リオンブリッジズはアメリカ合衆国テキサス州フォートワース出身のソウルミュージック R&B のシンガーソングライター。シングルカミングホームがスポティファイのトップ10モースとバイラルトラックスにチャートインし注目を浴びた。同曲を収録したデビューアルバムカミングホームは2015年6月23日にコロンビアレコードよりリリースされた。同作は第58回グラミー賞の 最優秀 R&B アルバム部門にノミネートされた。ギターを始めたのはデビューの数年前からだった。2014年にコロンビアレコードと契約を結ぶまでレストランで皿洗いの仕事をしながらフォートワースでオープンマイクナイトに参加していた。ジニワインやアッシャーといった90年代の R&B のファンであったが、それらをもとにした。 自作の出来栄えに満足することができなかった。そこで方向性を変え、自分の母親について歌ったリザ・ソーヤーあたりから今の作風に進むことになった。ブリッジズは1950年から1960年代のソウルミュージックをもとに曲作り、パフォーマンスを行った。徐々にファンを増やし、オースティンのバンドホワイト・デニムの二人のギタリスト、 オースティン・ジェンキンスとジョシュア・ブロックに出会ったことがブレイクのきっかけとなった。ジェンキンスとブロックはカミングホームでのパフォーマンスに注目し数曲でプロデュースを務めた。アルバム制作ではヴィンテージ機材を使用しホワイトデニムにも所属する地元ミュージシャンが参加した。2014年に2曲のデモをサウンドクラウドにアップするとカミングホームは 地元のラジオでオンエアされるようになった。ラジオでのオンエアにより多くのレコード会社の注目を集めた。40以上のレーベルによる争奪戦の末、2014年12月にコロンビアレコードと契約を結んだ。初めてのアメリカ国内ツアーは2015年1月に始まった。同ツアーでシャロンバンエッテンのニューヨーク公演のサポートアクトも務めた。 ツアーには、ジェンキンスとブロックも、ホワイトデニムが活動再開するまで参加した。2015年2月に、カミングホームが初の公式シングルとして、コロンビアレコードよりリリースされた。同曲は、デモバージョンに続き、成功を収め、スポティファイのトップ10モーストバイラルトラックスとなった。サンダンス映画祭や、サウスバイサウスウエストにも出演した。 サウスバイサウスウエストでは最もパフォーマンスが評価されたアーティストに贈られるグラク賞をコートニー・バーネットらと共に受賞した。2015年夏、デビューアルバムカミングホームがコロンビアレコードからリリースされた。カミングホームは iPhone6 のコマーシャルに使用された。イギリスでも公演を行い、ロンドンのビレッジアンダーグラウンド公演はソールドアウトとなった。自身の活動の傍ら、 アップルミュージックフェスティバルでは、ファレル・ウィリアムスのサポートも務め、マックルモアライアン・ルイスのセカンドアルバムに収録されるケビンにも参加した。デビューアルバムカミングホームが第58回グラミー賞の最優秀 R&B アルバム部門にノミネートされた。1960年代の R&B に影響を受けたソウルミュージック。ウォールストリート・ジャーナルは、 オーティスレディングやサムクックのような60年代のソウルミュージックを放出させると評した。ありがとうございます。